ますけど、0123はちょっと長いから、いつもはね0123です。321でいきます。ジャパニーズコール そろそろ傾いてまいります。もうこれでこの世と分かりか。エンジン変わりました。すいません、後ろのお客様、スクリューが回ったかどうかちょっと降りて見てきてもらっていいですか。はい、先ほどお客様からご質問がありました。タイヤはどうなるの。まさに今左後ろ離れていきます。嘘ですよ。タイヤ離れたら帰り上がれんようになるから、タイヤはついたまんまです。まだね、収納格納する技術はございません。タイヤはじっとしてます。今後ろでスクリュー回っておりますから船になる。でハンドルはいらないんです。右端ちっちゃな黒い輪っか、コントローラーと申します。でここでね、右手後ろ大きな建物が帝国ホテル大阪、今日お泊りですかね。で今7月の大阪はこの天神祭りの準備で大忙しなんです。今大船と申します。これだけでは動かないんですよ。エンジンついた船が引っ張るんですが、何に使う？そう、船渡業の時、巡航する船にね、並列するっていうかね、する船、大船と申します。はい、右手あのテントが張ってるちょっと奥、これが古い建物、明治の時代で造幣料貨幣鋳造所というのが設けられまして、その当時の建物を移築しここに保存しました。で現在やっぱりね、お食事どころというのか、ウェディングガーデンとして人気スポット活躍中です。また右前横は明治天皇がお名前を付けられた泉に布に観光の関節とか、はい、くぐります。国道1号線、なんとこの橋は平成18年まで私と一緒なんですけれども、桜の宮橋と申します。柱がないというのが特徴です。特徴がないんです、柱がないというね。柱があって当たり前なんです。だってこの上は車がたくさん走るんです。あんまり重量かかってくると真ん中下がってきますよ。そうならない構造はこれ、上にかかる鉄骨のアーチ。この鉄骨は地下に深く埋まっている逆 U の字です。だからすごい工事で誕生した。だいたいブラジルぐらいまで行ってるそうですよ、ね、そろそろなんでやねんくださいね。はい、右手の方ですが、お金作っております。今我が国ではお札が東京国立印刷局、硬貨、コイン、メダル、勲章はこの大阪造幣局、あともう一箇所広島造幣局。はい、お家で作ってる方。天満橋、大阪三名橋の一つです。1970年高度成長期入りました。日本は活気にあふれる。そして古い時代のものは建て替えなあかん時代がやってきた。そんな時に橋は幅を広げるより上下二段にいたしまして、天満二段橋です。私たちはお隣に見える船のように船の形しておりません。ですからこの橋をテクテク歩いて渡る方は一旦橋を止めて、これは何かなと覗かれます。皆様の笑顔が必要です。あんまり喜んで高く手を振るとこれは助けての合図です。これぐらいと振りながら行きますよ。時々手を振ってくださる方ね、ニコッと微笑む方、カメラをこちらに向ける方、手を合わせて履物揃える方、いろいろいらっしゃいます。では天満橋ご紹介します。手振ってくれた、よかったね。時々石投げてくるから。
天馬橋からお人形投げた昔ね、だいぶ昔でございますよ。あの吉永小百合さんの歌にも紹介された天馬橋でございます。私は知らんけどね。さあこのね湾岸で会った時に太閤さんはここに市場を作れと命令するんです。で京野菜とか青物がいっぱいここに積み上げられて市が始まります。これが天馬の青果市、青物市で、こっち側には雑魚場、円環もおとといっぱい積み上げてね、そしてこういう市を奨励した。でもっと時代は変わって、江戸時代は京都伏見から酒樽積み込んだ船がよーく下ってくる、あるいは大阪湾岸から美味しいものいっぱい京の都へ届けるために船がこの川を往来いたします。すると船もあるいは客人も泊まる施設がいりますので、ここに8軒以上の船宿が並び栄えたので8軒の家8軒屋と申します。得体の知れない古い時代のお話でございます。1300年を超えるその昔、平安京と呼び京の都が栄えし頃には、京の宮人たちはいずれ行きたいと願った場所が紀州熊野でございました。もうこの歴史の古さというのは、実は神武天皇が天皇として倭国に降り立ちて都を作る、その前に道に迷って大和の国へ到着できなかった、その道案内をしたのが八田のカラス、その八田のカラスと出会ったのが熊野、聖地熊野だから、その当時から熊野三山へお参りすると元気いただく、気力気をいただく、それから、平和な世の中をね位置づけすることができる、そういったところで一度はお参りしたいと。でここへお参りしたら極楽浄土へも行くことができる、そんなお話が広まった、そんな大昔のお話です。だから我もとここを通り、ここが玄関口として熊野詣でが始まります。熊野への出発地点、ここ渡辺夏と申します。この船はこれだけ全部が溶石になると5トン以上になるため、ガラスがはめられない。はい、いいことがありますよ。雨の日は濡れ放題、雪の日は身体が鍛えられます。夏の日はうだるように暑いと思いながらも、きっと我慢ができる人間形成ができる。その代わり春は桜の花見だがね、お願いせずとも花吹雪をここに感じることができる。さあそんなメリットばっかりの乗り物でございます。もともとは人を助けるため、離れ小島に見える救援、その救援を、ね、望む人たちを救いに行くため、乗り換えてたらもったいない時間だということで、ザブーンと入って上陸できる乗り物があったらいいな。このあったらいいなが1943年に完成をいたしました。アメリカ GM ゼネラルモーター社によってチープ、これを作り替え水辺に浮かび、そしてさらに上陸もスムーズにできる、そんな乗り物、夢のような乗り物完成したのが1943年ですから、その年をスペルに変えると D、 両方乗りこなしたことを U、 取り付けたエンジン2つ、その記号が C と K、 DUCK、 ダックという名前を付けました。アヒルは1匹も出てまいりません。この乗り物の名称がダックと申します取ってください。そして皆様の大きなパワーを船長に届けていただいて、よいしょで上がります。よいしょ、じゃあよ、よいしょ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 、
切り行います。くるくると震いますからお気をつけください。はい、水切り。はい、水切りました。信用しないでね、道悪いからです。はい、はい、では上陸しました。ここでまた船長とドライバーと入れ替えます。少々お待ちくださいませ。